はい。どうも、えサトチュンチャンネルです。えー、今回の動画はですね、Fire HD8 がそろそろモデルチェンジするのではないかという噂です。はい。えー、それがね、まあ、なぜで出てきているのかというのはね、まあ、こちらです。ちょっと画面切り替えますね。これはね、まあ、Amazon の販売ページなんですけれども、Fire HD8 ですね、 ちょっとお値段注目していただきたいんですよ。1980円。うん。あれと思って。え、確かね、Fire HD8 って8,980円じゃなかったかなと思って、ちょっと値上がりしとるんですよ。これはね、どういうことかという言いますと、はい。32GB モデル。だから、まあ、この値段なんですね。 えっと、まあ、通常ね、8980円で売ってるのは、この半分のストレージの 16GB モデルが、まあ、8980円で売ってるんですけども、えー、今現在ですね、えっと、16GB が売り切れになっております。でね、まあ、通常ですね、売り切れになると、あの、まあ、何月何時入荷しますとか、あただいま品切れですみたいな感じの表示になるはずなんだけど、もうこれ、ね、存在すら消されてるんですね。 まあ、ということは、ひょっとしたらね、この 32GB モデルも、在庫限りでね、えー、売り尽くしたら販売終了というふうになるんじゃないのかな、ということで僕はね、あの、予想しているんですけどね。はい。まあ、てな感じでですね、あの、これまで、あの、イアータ,タブレットってね、まあ、歴代モデルもそうなんですけども、だいたいそのストレージの小さいアンカラモデルが、まあ、 あ在庫切れになった時に表示されなくなってですね、その後、 モデルチェンジ、ニューモデルを発表するっていうパターンがね、もうほとんどなんですよ。ほと、確かね、これまで7インチも8インチも10インチも、まあそのパターンでね、ニューモデルが出るというね、まあこの、えー、ダチョウクラブで言ったらね、押すなよ押すなよっていう時にこの押すというね、まあお家芸みたいな感じになってるんですよ。はい。なのでね、まあ今回も結構高い確率でね、モデルチェンジするんじゃないかなと思います。というのはね、もう発売して、 ファイヤー HD8 ってね。あー、覚えてるね。あの時ね、僕ね、えっ、ー、と、里中チャンネル主催の、えー、オフ会、お泊りオフ会ね。 あの、姫の民宿で、あのね、あの夕日を見ながら、ね、だって、黄金に輝く朝日を見ながらね、一泊二日のね、お泊りオフ会ね、あの、イアン旅行だ。YouTube イアン旅行っていうのを開催した日、あの時にね、ファイヤータブレットが入ってきてね、ま、あ製品レビューやんなきゃいけないわ。あの、<laughs> こういうオフ会やんなきゃいけないわね、テニアワイン屋だったのはね、すごい、あの、覚えておりまして、はい、あの時に出たんですね。二千十八年の十月だよ、確か。なので初 発売して、えっと、2年弱、1年半か。1年半が、まあ、経過したわけですね。なので、まあ、そろそろね、モデルチェンジの噂が出てきてもおかしくないよ、なおかしくないよな、という時期には来てるわけですね。で、もうすでに、あの、7インチと10インチに関しては、モデルチェンジしてますよね。え、7インチは去年の6月だ。あの時はビアコーフ会だね。<laughs> そう。そして、えっと、 えっと、Fire HD10 は去年の10月だったかな。まあ、これもね、あのね、ロケ中にね、モデルチェンジして、もうほんとね、あの宅急、卓球便あの、営業所に直で取り入ったことをね、なんかすごく覚えてますね。はい。まあ、そういうこともね、まあ、ありつつなんですけども、ま、あ高確率で HD10 がね、 HD8 だ。モデルチェンジするんじゃないのかなと。でね、この在庫切れになったのがね、まあ先月だったかな。先月ぐらいに、まあ在庫切れになって、僕もね、そのあたりちょっと、あの、どう、あの、うちのチャンネルでもね、あの、触れさせていただいたんですけれども、まあおそらくですね、まあ1、2ヶ月中くらいにモデルチェンジするんじゃないのかなというのがね、僕の予想ですね。はい。 ただですね、モデルチェンジするときにどこが変わるのかっていうところがね、すごく気になるところでしょうね。あの、7インチも10インチもそうなんですけども、単に、まあ、モデルチェンジするだけじゃなくてね、かなりね、なんかこう、新しい機能をつけて、あの、変わっていくと思うんですよね。 で、すでにですね、Fire HD8 はあのカメラの性能がちょっとまあ良くなってまして、えっと、今のね、7インチ、10インチもそうですけども、えっと、前までは本当ね、あの、トイカメラレベルのあ、ちょっとあんまり良くないやつだったんだけども、今はその辺が綺麗になってますし、まあ、あとはね、アレクサを使えるっていうのはすでにもう、あの前、前のモデルでもね、あのー、成し遂げてるんで、まあ、 ちょっと今回はなんか新しいものを取り入れてくれないかなというふうにちょっと僕も期待してるんですね。はい。これはまあ Amazon のサービスをまあよりね、楽しむためのまあ機能もあると思うんですけれども、あとはね、僕はね、基本スペックがちょっと高まるんじゃないのかなと思うんですよ。っていうのは、まあちょっとこう OS も進化してですね、やっぱりこう CPU にもね、より負担がかかるんで、前作モデルがね、結構この辺がもっさりしてたんですよね。えっと。 今のも、前の前のモデルはまだ良かったんですよ。割とこう快適にサクサク動くんですけども、今の現状の OS でメモリが 1.5GB しかない状況ではね、ちょっとね、うん、なんだかなっていうところがあってね、これちょっと僕の予想なんですけども、あの、Fire HD8 もメモリが 2GB もしくは 3GB ぐらいにパワーアップして、なおかつ、オクタコはね、 最近こういうさ、まあ、電装部品って、あの、やっぱり安くなってね、時代も進化して安くなってるんですよ。実は、まあ、この今の世代と前の世代の FireHD8 って基本的なスピックってね、あの、ほとんど変わってないんですよね。まあ、l e x a 搭載になったのと、まあ、OS が良くなったのと、さっき言ったカメラ性能が良くなったっていうところで、そんなに大きな、あの、ハードウェア上の進化がそんなになくって、 ひょっとしたらね、今回 HD8 がそこら辺ね、テこ入れしてくんないかなと思うんですよね。というのは、今のね、あの、7インチ、8インチ、10インチの立ち位置っていうのが、あの、なんて言いますかね。ちょっと10インチだけが別格なんですよね。大画面でスペックもまあ結構け、あの、快適でね。今動くというところでね。で、7と8がね、ちょっとこう、似たりよったりなんですよね。えー とまあ、サイズ的にもまあ結構近いし、スペックも、まあもちろん HD8 の方がいいんだけど、でも実際ね、使うとね、7インチの方が結構快適だったりするんですよね。で、そうなった時にさ、まあ値段が高い <laughs>、高い点で、ね、ネックがあるわけですね、8インチは。なので、7と8の積み分けがちょっとね、 うん、あの、どうなのかなっていうふうにちょっと思っててね。7インチはもうほんとエントリーモデルでもう最安値でファイヤータブレットが使えるというキャラクターで僕はこれでいいと思うんですよ。でも8インチはもうちょっとね、グレードアップして、なんだろうね。まあ、10インチのただただこう画面がちっちゃい版ぐらいのよになると結構ね、価値があると思うんですよ。それはなんでかっていうと、 8インチと10インチの差っていうのはね、やっぱ持ち運び性能が違うんですね。やっぱり8インチの方が、なんかちょっとバックに入れて手軽にパッと持ち運ぶ分には快適だったりするわけですよ。やっぱ10インチはちょっとでかいんで、やっぱりこうお家で使うもの、なんかリビングとかで使うもの、なんかそういうイメージだと思うんですけども、8インチだったらバックにちょっと入れてね、あの電車通勤中に使うとかね、うん、なんかこうカフェでパッと使うとか、まあそういう用途ができると思うんですけども、それがもうほぼ、 10インチと同じようなこうスペックでサクサク快適に使えるようになれば、え結構ね、魅力的なマシーンになると思うんですよね。まあ、例えばほら、ノマズマークするときなんか、ね、こうやってキーボードとマウス、まあ、そんなことする人は僕ぐらいだと思うんだけど、そういうような使い方でも耐えれるし、あとはあのね、あの、Google Play を入れてゴニョゴニョするとかね、あの、そういう使い方はい。あの、をまあ、できるかなというふうに、あの、使い勝手が良くなるんじゃないかなというふうにね、思うんですよね。はい。 まあまあそんな感じで、うん。まあこれがね、まあ実際本当にそうなるか、あくまでこれも噂段階ですかね。Amazon が公式に発表してるものでもないし、あのー、なんだろうね、どっかこうリーク情報が出たとか、まあ、そういうわけではないんだけど、ただ、これまでの一連の流れから、それから時期的なことね、もう1、2年近くが経過してるというところで、HD8 がね、そろそろ新型が出てもおかしくないんじゃないかな、というふうに思いますけどもね。はい。 まあ、てなが感じでね、まあ、今回はあくまで僕のね、もうあの、想像、イマジネーションの世界だけです。はい。これでね、わー、一二とか出れないか、ちょっとちゅうめえとかいうのは、ちょっとまあ、これなしにしてもらってですね、はい。まあ、ちょっとこれ、こんな話もあるよというところでね、物語と思ってね、聞いていただければと思います。はい。 まあ僕の希望的観測ですね。はい。まあ、そんなわけで、まあ今回はですね、まあ FIRE ITDA トの新型がそろそろ出るんじゃないかな。まあサトチュの希望的観測というところでね、動画にしてみました。またね、何かこの辺動向ありましたら、あのうちのチャンネルでもね、情報を発信していきたいと思いますので、えー、よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、サトチューチャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。